観光駅の方が違う。だからこう私どもの方の新しいサービスを作ってきたわけですけれども、じゃあまずこちらですね。今回のこの Wi-Fi ボックス、世界初の、海外 Wi-Fi 自動レンタルサービスというようなところでご紹介をさせていただいておりますが、まあ、言い換えるならばですね、Wi-Fi レンタルの、まあ、自販機というふうにもしかすると覚えていただいた方が簡単なのかもしれません。構想自体はコロナ前からございました、まあ、ただやはり、お客様に対してこうしたサービスが受けるのかどうかというところはすごく悩みました、まあ、ただこれがコロナになってですね、やはり、空港がどん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 こう非接触のサービスを進めていくという中で、じゃあこれならいけるねというようなところで、開発に号がかかったというようなところです。